はい、皆さんこんにちは、ジでございます。ユーロトラックシミュレーターですね、2を、やっていきましょう。今私はどんな感じ、あら、どっか行くことになってんね。おお、仕事受けた後だわ、これ。じゃあやっていきましょうね。そうだそうだ、確か前回は仕事受けてそのままセーブしちゃったんですよね、と。じゃあね、ドライブですね。どんな感じだったかな。ちょっと運転の力、あ、今ごめんなさい。ちょっとパソコンね、動かしちゃったんで、ちょっとノイズが入ったかもしれません。ごめんなさい。あ、夜ですね。12時です。しかも距離があるのに寝てないと。え、本当かい？残り時間22時間43分。あ、だいぶ余裕がありますね。じゃあ行きましょうか。ちょっとすいません。余裕ですけどね。余裕じゃ、ごめんなさい。余裕ですけどねって今言ったね。もう嫌になっちゃうね、もうね。頭なんかおかしいわ。夜ですけどねっていうのをね、言いたかったんですけど、余裕ですけどねって言っちゃいましたね。さあ、荷物引き取って、行きましょうか。後ろは大丈夫ですね。じゃあね、はい、リタード作動中、どういうこと？リタード作動中って何だろう。ごめんなさい。ああ、危なかったね。いや、ちょっとね、若干加速が悪い気がするんです。なんだ、リタードって。あ、しかもこれ、右側通行じゃない、左側通行だ。あ、丸ボ、これ？リタードって。シャーシにあるよね、リターだってね。何のキー？え、小数点のキーを押せて。え、これかい？作動中、リターだって何？なんか出ちゃってんだけど。あ、青なってたね。あ、これはあれだわ。そうですね、今。加速悪いな。何、リターだって。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。なんかおかしいことになってますね。リタード作動中。リタード？リタードって何？ショートカットだね。リタード、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 補助ブレーキ。あ、リタードって補助ブレーキなんだね。こう、リタード、リタードを、はい。減らすでマイナス？あ、マイナスじゃなくて。いや、これは困ったなぁ。なんだろう。補助ブレーキ。リターダーを、効果を増やすでしょ？リターダーを入れる入れないとかっていうのはないんだよね。うん。そうだね。リターダーうんたらかんたらってないよね。でも加速がすごく悪い。え、ちょっと待ってね。リターダーを増やすっていうのは逆に言うと、今ね、リターダーの増やすは、あ、セミコロンなんだね。じゃあ逆に増やしてみよう。全然加速しません。なんか音鳴ってるね。ちょっと待ってね。減らすというのがあったんで、これを別に、今ね、ちょうどこの減らすっていうキーがね、私、かぶってるはずなので、あ、でも普通かぶるとね、かぶると飛ばされるんだけどね。じゃあ、減らすを、これにしましょうか。で、OK にしておきましょう。コロンね。コロンにしちゃいましたよ。あ、入ってる、入ってる。なんだい、リターだって。これで切れたのかな。あ、加速良くなったね。良くなったけど、昔ほど良くないね。え、どういうことなんでしょう。ちょっと止まりましょうか。あ、もうコンって言わないね。コンって言わないから、リターダー外れたと思っていいのかな。違うね。ごめんなさい。私もう荷物引き取ってんだね。ごめんなさい。私、てっきり空に、トレーラーヘッドだけで走ってると思ったんですけど、どうもかなり勘違いしてますね、私ね。で、今度これ右ですね。さあ、じゃあね、気を取り直していきましょう。リターダーって補助ブレーキなのかい？
結構重い荷物なのかな、加速かなり悪いんだけど。あ、24トンか、それはダメかもしんないね。リターダーって何なんだろう。補助ブレーキ今入ってんね。今リターダー入れてみたんですけど、おお、あー、なんかよくわかんないね。今加速してってますけどね、気をつけないといけないですね。リターダーって逆に、あー、そっか、ひょっとしたらセミコロンを間違えて私、今回始める前に押したのかもしれないね。で、リターダーっていうのが入って、ああ、そう思うとあれかな、下り坂とかで急激に速度が上がるときには、リターダーって、ああ、危ない危ない危ない。リターダーっていうのを使えば、回避できるのかな。さあ、まだね、ゆとりがないんでね、雑談始めれないんですけど。そういや、ちょっとね、今回も私ね、微妙に、あ、微妙じゃないですね、お酒入ってますんで、大丈夫かなっていう気がするんですけど、81キロ、ああ、戻ったね、あ、これで大丈夫ですね。はあ、いやー、なかなかですね、あ、トレーラーダメージ食らってる。食らったんだね、どこで。あれ食らったんだね。あ、そうだそうだ、思い出した、ごめんなさい。あのね、あと何キロ、あと378キロでしょ。これ重い、あ、ちょっと今フラフラしてるけどね、ごめんなさいね。実はね、これ途中ですよね。あ、途中だわ。あのね、これね、私ね、実はだいぶこれね、700キロぐらいの仕事なんです。でね、中途半端にちょっと始めちゃいましたね。すっかり忘れて、収録始めちゃいましたけど、すでにもう400キロぐらい走ってますね。でね、なぜこんな事態に陥ってるのか、なぜ私が収録を始めた時にディーラーから、ダムかなんかのディーラーから始まったのか、今ね思い出しました。私ね、居眠り運転しちゃったんですよ、ゲームでね。で、居眠り運転したというのはね、主人公の疲労が溜まって居眠り運転したんじゃないんですね。私がゲームやってて居眠りしちゃうんですよね。このゲームをやりながら居眠りしちゃったんですよ。で、多分ね、10秒ぐらい居眠りしたと思うんです。で、気がついたらね、右側に走ってるトレーラーに突っ込んでましたんで、で、トレーラーの損傷 3% と、あと車のボディがね、10% 超えたんですよね。で、私慌てて、途中で、入ったんですね。ディーラーに入って修理したっていうところから、今これ始めたんですね。あ、ごめんなさいね。ちょっと、そこ思い出すまで時間がかなりありましたね。だもんで、これどうなんだろう、ごめんなさい、本当にこんな動画流しちゃって。で、おまけにリターダーが入ってたっていうのは、かなり私、狼狽したんだろうね。あ、加速しないね。かなり私ね、パニックになったんでしょうね。そうです、そうです。居眠り運転して事故ったんですわ。今思い出しました。ですんでね、そういう意味じゃ私も一人前になったかな。より実写に近い感覚でできちゃったということですもんね、居眠り運転したということは。いやー、まさかゲームのね、シミュレーターでね、居眠り運転するとは思わなかったですね。いやー、これはすごいシミュレーターだね。より実写に近いと、より実写に近いというか、より実屈環境に近いということなんでしょうね。さあ、今回はね、またイギリスに渡ることで、まあ、700キロのあれだからね、多分ね、3万弱あるんですよね、報酬が。でも、
もう私居眠り運転で事故って多分1万ユーロぐらい使っちゃってるんですよ、修理代にね。なので今回のこの 3% のトレーラーの損傷がいくらになるのかってところですね。あ、昼間走りたかったんですけど夜になっちゃいましたね、ごめんなさい。またここから50キロ先制限ね。いやでもリターダーっていうのの使い方はなんとなく分かりましたので、でも補助ブレーキなんか何に使うんだろう。よほどのあれかな、急勾配かな、下りのね。でもその時エンジンブレーキ使えるからね、リターダーっていう言葉がよく分かんないんでどうなんでしょう。でちょうど私ね眠気が溜まってきてるんですが、ここでフェリーに乗ると眠気がまたね、リセット、ある程度緩和されるんで、疲れがね。よいしょ。で、ここかな。全然左見てませんでしたけどね。ただまあ、この時間だったら大丈夫なのかなと、こんなこと言ったらダメなんですけどね。さあどっち行きますかと、あ、2箇所ある。ちょっと待って、確認しないといけませんねこれはね。ワールドマップ、私これで前回というか昔ね、本当にまずい方向行ったことあるんで、フィリックスストア南の方ね、こっちとこっちに分かれてるんですけど、南の方に行きなさいということですね。さあ、はい、南の方なので、あ、こっちですね、こっちは上ですよね。はい、乗り込む。あ、もうこれ乗り込まなくていいんだね。乗り込むところまでやらなくていいんだね。ではもう起きた、これを読み込んだら朝になってて、イギリスに着いているということですね。よいしょ。あ、あらら、今、あ、違うね。ごめんなさい。エンターでしたね。あそこ右下に出てるのはね。で、私は右に曲がりたいんですが、ここから左側通行なんだよね。で、ライトつきっぱなしだから、落としてと。意外にね、右側通行左側通行ってそんなに困らないですね、と言いながらこの動画始めた時にいきなり左側通行しましたけどね、私ね。でもまあそれほど困らないですね。そういやね、あと100キロぐらいなんですけど、そういえばね、ちょっと我が家もね、車の買い替えをしようかという話が出てるんですね。で、普通のね、ちっちゃい車乗ってるんですけど、まあ、実は私ね、もう車、いいかなって思ってね、どちらかというと車の処分を考えてたんですが、まあ、妻の方が、それじゃ困るよと言っちゃうの。ああ、左から車来ちゃってるね。あ、譲ってくれたかな、譲ってくれるかな、あ、譲ってくれたね、譲ってくれたというかちょっと幅寄せしちゃいましたけど、まあ、ね、遅い車なので左側走りましょう。でね、まあ妻が言うにはあれなんです、車は必要だと、だもんで何とかしたいと。で、私の主張は今カーシェアリングって流行ってるんですよね、都心の方だと思うんですけど。で、そのカーシェアリングをね、して、もう車はいらないんじゃないのっていう感じで思ってたんですが、まあちょっとね、そこはね、妻の方に、まあ、妻の言い分を聞くという形に収まって、ちょっと車をね、見に行ったんですね。まあ、今は一般車、普通車乗ってるんですけど、もう次は K でいいかなと思いまして、K を見に行ったんですけども、今の毛ってすごいんですよね。本当ね、ハイブリッドまであるんですよね。まあハイブリッドといってもね、なんかそのディーラーの方が言ってましたけど、プリウスみたいなハイブリッドじゃなくて、エンジンと併用で動くのでっていうことがすごく念押しされてたので、勘違いしないでくださいねっていうような感じで言ってたんでね。それでもね、軽でリチウムイオンバッテリー積んでるっていうのがちょっとびっくりしましたね。ただまあ気になるのはね、そのリチウムイオンバッテリーの寿命がね、おそらくまだはっ
きり確立されてないのかなとね。もうプリウスぐらいの車になっちゃうと、もう10年以上ね、歴史があるんで、はっきり確立されてると思うんですけど、今の軽のハイブリッドって多分出てそんなに経ってないんでしょうね、ですよね。ですから、ディーラーの方にどれぐらい持つのって聞いたら、いや結構持ちますよってしか言わなかったんで、いやどれぐらい持つのっていう何年持つのっていう感じで私は聞いたつもりだったんですけど、いや結構持ちますよって濁されたんで、ああこれはちょっとまだ確立されてないんだねっていう感じがねしなくともないんですけど、まあそれにしても、いろいろもう今の軽はね至れり尽くせりでございまして、私はねそれを感じましたね。ああ車来てるけど大丈夫だね。でまあその至れり尽くせりな分金額もすごいですね。もういい、いいというか高いグレードだったら200万弱いくんですよね。あらびっくりしちゃった。本当ね、もう一昔前というかね、20年ぐらい前の 2000cc の車より高いんじゃないのというか、 2000cc の車の一番下のグレードぐらいからにしたら高いんじゃないのという、そういう印象を受けましたね。ただまあ K はね、私も以前 K 乗ってたことあるんで、K のいいところはね、車体価格は高いんですけど、維持費がはるかに安いんですよね。私のね、私10年ぐらい前乗ってたんですけど、そのままだといいんだったら、乗用のね、K は7500円でしょ、年間ね。税別だったと思うんですけど。それに比べてね、今乗ってる車が 1400cc だったかな。あと、でね、ちょっと14年ぐらい経ったんで、4万ぐらい税金来たんですよね。びっくりしちゃってね。じゃあ、たらもうこんな車いらないわってね。まあ、実際ね、私ね、年間2000キロぐらいしか乗らないんですよ。だもんでね、もういらないわって思ってたんですけど、もうちょっといらないわけにはいかないわというような感じで、今回ね、車をいろいろ。まあ、ちょうどね、今2月でしょ。なんか決算時期ということもありまして、あ、そうだ、イギリスは97キロまで走れるんだ。いいですよね、イギリスはスピード出せるんだよね。というわけでね、車をねちょっと買い替えるのかなという、まあせっかく買い替えたらね、ちょっと乗らないとダメなのかなっていう気もせんでもないんですけど、ただまあ今ガソリンも高いですしね、ほんとね、なんとも、まあ、私はもっぱら電車、まあもっぱらは最近はもう歩きですね。もう今ね週3回ぐらい5キロ先ぐらいの会社5キロぐらい先なんですけど、うわー喋りながら運転してると危ないね。これこそリターダーかな、違うのかな。今ね5キロぐらい先の会社に対して歩いて行ってますからね、まあ、夏場とかね、まあ、冬場以外は、ね、走って行ってたんですけど、さすがにねこんだけ寒くなるとね走れないです。走っていくのはやぶさかでもないんですけど、なんていうんですか、事務所に入って風邪ひいちゃうみたいなね、汗の勝利ができないので風邪ひいちゃうというような感じでね、一応事務所にねジャンバーとか置くようにしたんですけどね、それでも今年の冬はすごい寒いので、事務所ね本当に隙間風ピューピューなんでね、なかなかでございましたね。なのでまあちょっとね、そういう車を買い替えるか買い替えないのかと、まあちょっと私はねこのね車社会の日本がどうなのかなっていう、ちょっと懐疑的に思っちゃってるところもあるんで、まあちょっと車に見てるところはあるんですけどね。あ、50キロに今看板があったのは気のせいだったのね。ふっと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 曲がらないと。フェリックストウ？なんだいここ読めなかったんだけど、みたいな感じでしょうかね。ですからね、私はね昔は車とバイク乗ってましたんで、あとそういう原動機モータースポーツ好きだったんですけど、まあ30代半ばぐらいからね車乗ることがもうダメになっちゃったんでね、まあそもそもその30歳の時にやった仕事がすごい長距離運転するね、1日300キロ400キロぐらい運転する仕事で、何か運送とか、トレーラーダメージ 4% 増えちゃった、今当たったんだね、何と当たったんだろう、
対向車だね、きっと。結構ね、長距離走ってね、長距離走った後にあの作業する仕事をしてたんで、もうちょっと無理ってなったんでね、ちょっと曲がっちゃいましょう。さ、こっちだね、入れてくださいって言われてるのは。さあ、何歩ほどの罰金が、罰金というかね、何歩ほどペナルティ取られるんだろう、そこがすごく気になっちゃいます。違うね、こっちだね。さあ、時間は大丈夫、まだまだいけるんですけど、あ、フェリーに乗ったら疲れがぶっ飛びましたね。ちょっと戻しましょう、視界をね。だから私ね、ちょっと止めますね、車。モッド見たらね、今目の前に、木が転がってるでしょ、木片が。これ普通ね、なんもないんですけど、モッドでね、モッドで見たら、この木に、こういう転がってる木に、当たり判定をつけるモッドっていうのがあって、そんなモッドまであるんだねっていうところ。ああ、申し分なしで、何歩だろう、罰金。うお、4000くらった。総額2万2000か。で、修理代が1万かかってるから、実質1万2000くらいだね。あっちゃー。というわけでね、ちょっと今回は短めですけど、すみません、途中から始めちゃいましたね。っていうかね、もう一発いくか。じゃあね、今イギリスでしょ。今私疲れぶっ飛んじゃってるんで、あれ？フレートマーケットだね。あ、ここだね。近いとこある？近いとこあったらそっちも片付ける。うわ、遠いわ。これはそんな遠くないね。これすっごい近いよ。これすっごい近いね。あ、5000か。フェリー乗っちゃうけどね。あ、じゃあこれいっちゃいましょうか。これだったらここじゃないかな。あ、やっぱここだね。送り主はここなんだね。だったらすぐ行けますね。もう次行っちゃいましょう。はい、で、さっきのね。じゃあこれと2つで。どこ、第2物は。今度はちょっとこっちかな。連続でいっちゃいましょうね。あ、あれだね、今回は近場というか奥まってないところだね。この車を持っていけと。重機だね、重機を運んで持ってってくださいということですね。イギリスはね、左側通行でね、ちょっと警備の勝手が違うんですが、なんせ97キロまで出せるっていうのはいいよね。これだったらまたフェリー乗ってオランダなんかすぐじゃないかなと。まあ、5000はね、最近5000だと安いなと思うんですけどね。さあ、行っちゃいましょう。トラック来てね。さあ、これ行ったら行きましょう。あれ？間違えたかな？あ、これあれだね。ごめんなさい。ウィンカーの方のスイッチ入れてましたね。24トンって書いてましたから結構重いですね。ただ、シャーシをね、3軸に変えてるんで、しかも駆動軸が2軸なんで、後ろのね、軸は全部駆動軸なんで、重量化物すごくいいやって言ってるシャーシを使ってるはずなんでね。あ、やばいやばい、速度オーバーしてるね。一発下げないと。おお、危ない。ああ、びっくりしちゃった。波見てなかったね。今マウスの、あ、これ右側だわ。こういう時に右側を通行しちゃったね。今すっごいマウスのクリック潰れるかなっていうぐらい押しちゃったね。
これをこんな踊る右折しないといけないとかね、ちょっと罰ゲームですよ。ただね、ちょっとずつ顔出せばね、止まってくれるんです。ほらね、こうやってね止まってくれるんですよね。ありがとう、ごめんなさいね。でこっち入っていきましょう。皆さん止まってくれるんでね、よいしょ。もうね、慌てちゃ負けですね。パニックになっちゃダメですね。もう止まってくれるんだと。相手さんは AI だからね、そこら辺気にしちゃダメなのかもしれないですね。よいしょ、左入らせてくれましたね。あのね、コンピューターの車のね、その一般車の加速がすごいんでね、よく事故られるんですよね。まあ向こうからしたらこっちが事故ってるよって言い分なのかもしれないんですけど、本当にね、対向車とかもね、あのセンターギリギリ走ってるとね、対向車とも当たられる時があるんで、本当ね、なかなか運転難しいですね。あと何キロでしょうかね。318キロ。ああ、って言ってもあれですよね、318キロといっても途中フェリー乗りますから、実際は318キロもないですよね。っていうか多分100キロぐらいなんじゃないですかね、あってもそんな感じだと思いますね。さあ、ガソリンは大丈夫ですね。疲れも大丈夫。まあ、あとは私が居眠りしなければ大丈夫ですね。しかしまあ本当にね、やっぱ運転してると眠くなるんですね、きっとね。私実車では居眠りしたことはないんですけどもね、ガツンって言ったかなと思ったら、もうピピピって言ってお金がジャジャって出ていくことがしましたんでね。あ、ジャラジャラって出ていったのは違うか。あのピピピって言ってまた、ね、ガツンってなって、なんかね、トレーラーがね、トレーラーというかね、なんかね、右にぶち当たった時に今度左に頭振っちゃって、よくあるパターンですよね、実車の方でね。そんな感じになっちゃってますね。そこまで、そこまで、わー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 っと、なんだろうこの S キー、ちょっと待ってね、 S キーってシャワーって今言いましたけど、なんだろう S キーって何、ちょっと確認させてくださいね。そんな複雑なこと私してないんで大丈夫かな。 S キーシュワーって言ったの何だったんでしょうね。あ、気にしなくていいか、いいみたいですねごめんなさい。あ、ここは97キロですね。やっぱりね、リミッターカット、 ES はリミッターカットしとかないとダメですね、あの設定でね。あー、でももうちょっとパワー欲しいな。でもね、今この車はね、私のレベルもそうなのかもしれないですけど、レベルかな、レベルも足りないんでしょうけど、今この650馬力ぐらいがねマックスなんですよね。これ以上できないので、ちょっとね、もうちょっとね、こういう重い荷物積んだ時にはパワーが欲しいなと正直思っちゃいますね。ある程度ね、スピード出ちゃえばあんま気にはならないんですけど、やっぱり街中では思いますね。今回の24トンでもね、やっぱり出だし悪いな。まあリターで上がった部分もあったと思うんですけど、リターで解除できたとしてもね、やっぱりちょっともたこたしてるなと思いましたんで、まあでも今5万、ああ5万なのね。5万だったらあともうちょっと、おやばい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 、違反になっちゃう。5万だったらまだまだ先にガレージのね、ロックを解除しないといけないですね。ちょっとね、いろいろアクセサリー買っちゃったりしたんで、よいしょ。でちなみにね、
スピード、この車ね、あのこのユーロトラックシミュレーターね、全然滑らないやと私は思ってたんですけど、思いっきりスピード出しすぎるとさすがに滑りはしないんですけど、あれですね、あのふらつきますね、かなりふらつきますね、突っ込みにそうに、突っ込みそうになりますね。フェリーターミナルが来ましたね。イギリスに渡ってすぐイギリスから出ちゃうことになっちゃいますけど、うちのあの契約社員の方が、契約社員でいいのかな、派遣だったねまあ、あの雇ってる方が収益上げてくれましたね。ほんとね、雇ったらすごく、ああ曲がらせてくんないね、すごくね助かりますね。いやほんとね、この働いてくれる方は非常に助かりますね。はい、これをフェリーに乗るところまではないんですね、きっとね。で、一応確認しておきましょうか、さっきのこともあるんで。あ、出先行くだけだね。あ、ごめんなさい、間違えちゃった。はいはいと。よいしょ。ならば、行き先は1個だけと。はい。着いたら夜かな？夜かもしれないね。あー、やっぱり夜だ。さあ、じゃあ行きましょうか。で、今度は右側通行なんだよね。こっちからは来てないね。はい、大丈夫だね。さあ、こっからはもう33キロですから、すぐ終わりますね。しかし、トラックのミッションってすごいね。これで今12速で走ってるんですからね。12速って言ってね。ほんと、ミッションすごいね。そんだけ重いんでしょうね。だけ馬力のあるエンジン積んでてもね、そこまでしないといけないというような感じなんでしょうね。で、ここ80キロ走っていいのねこんな道は80キロで走ったらえらいことになりそうだけどね。で、このまま右レーンを走って、あ、川沿い、あ、なんかいかにも港町の手前という感じだね。川があって海があって、川の下流ね、広い川があって海があってみたいなね。で、大型トラックしか走ってないという埋め立て地みたいな感じでね。さて、あ、さてさてと、さてっていうとね、ちょっと総評さんね、思い出しちゃうんだよね。さてさてとね、よいしょ、いやー、やばいな、最近またお酒をね飲みながら実況するようになってきちゃってるんで、燃料のこれわずかです、了解しました。一時ね、お酒飲むのを控えてたんですけどね、書いてたんですけど、あー頼むようになっちゃいましたね。なるべく控えたいですけどね、控えたんですけど、なぜか飲んじゃうとね。よいしょ、いやー、いい景色だね。あれ、ここはオランダだったかな。
オランダだったよね。オランダだった？いや、オランダだった。あ、そうか。オランダだったでいいんだね。ダーがやたら続いたんで、ちょっとね、あれって思っちゃったんですけど。はい、着きました。こっちに入れろということね。入った。で、視界を止めてと。で、こっちかな。これは。あ、逆だった。あ、でも、そのマウスね、マウスであのステアリングするのと、このやっぱり車内からこう見るんだったらすぐ切り返しが効くような気がするんですよね。前にも言いましたけど、ハンドルの動きが見えてるっていうのはすごくなんかいい気がしますよ。買ってて一発で決まらなかったらね、恥ずかしいんですけどね。そんなとこまで言うときながらね、あ、これ決まんないかもしんない。大丈夫？あ、いい感じかな。いい感じだよね。まあ、こんな感じかな。あ、まだまだもうちょっと。よし、来たね。というわけでね、この辺で終わっときましょうか。はい、5899ユーロということで。じゃあね、この辺で終わっときましょう。どうもありがとうございました。